はい、こんにちは。はい、こんにちは。それでは、そこに向かっていくんですけれども、はい、今日滑舌が悪いんで、滑舌悪くなっちゃうかもしれないです。すいません。ちょいちょい。出会いの女子、男があまりにも英語全開でも、客飲みいける説。おいしそう。何もおかしなことは言ってないですよね。そう、あくまでその宅飲みメインの曲ですから。あ、そうですね。ということで、Tinder をやっていたら、ちょっとあまりにも英語全開の人がいらっしゃったので、はい、まあ、ちょっとこれは逆にこっちがどこまで全開にすれば、あっちをドン引きさせることができるんだろうっていう。メッセージの中でもやばかったもんね。なんかいけいけだったもんね。てか、あれよ、健全な企画だから、うん、出会い系をそういう目的で使ってしまっている女子、これを回避させたい。はいはい、そう、だから、あえてこちら側もそういう感じだったかな。どうなるんだろうっていう感じ。ああ、社会貢献かもしれない。そうだ、これを剥がしたら、たまったもんじゃない。それは持ち帰っちゃったら、あれじゃない？社会貢献じゃなくない？違う違う違う。宅飲みだから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 。じゃあ、あと10分ぐらいあるのか、ああ、ゆっくり移動していきましょう。はい、はい、というわけで、うだうだしながら向かってます。はい、どんな子ですか？まあ、25歳の、多分フリーターっすね。あ多分って決めつけじゃん。大学だ、細そうなんで。悪初手金口の感じはちょっと、うん、あ、まあ、ぽいや、まあ、確かにな。君らと同じ社会不適合社会だったんで。まあ、ゆるいっすよ。なんとかなるでしょう。これは、達也がどれだけ取れ高を作れるかの勝負だろう。まあ、今までと比べて比較的ハンデ控えめよ。ハンデどこか、だってもう、そう、むしろいい意味案件をぶつけてる。俺らがさえ作らなかったらいいじゃん。そう、なんでもう、あの、自らハンデを背負いながら。いや、でも成功させよ。自分自身でどこまで追い込める。あ、そうそうそう、オッケーオッケーオッケー。大雑把しだ。今日徹底的に追い込むわ。じゃあちょっと向かいましょうか。はい、どの辺待ち合わせ？多分その会社の仕事のところにいるんで。あ、会社ってらへん。あ、ちょっと行ってきますわ。はい、の前の。はい。やばいじゃん。早く離れるよ。何で運転やってんの。早く離れるよ。早く行けよ。早く行け。何やってんだ。俺の準備してた。何やったんや。あ、痛い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 。はい、行きましょう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 。どうですか？あ、はじめまして。お酒好き？よし、居酒屋行こう。はい、動き出しました。さあ、はい、全体挙手。ちょっとね、服装を見る感じ、一般全体には現れてないわ。うん、確かにな、まだ分からないよ。韓国系なんだ。わかんないよね、見た目だけだとね。やつらの横で聖書を配ってる。あいつらにこそ読ませた方がいい。一番キリスト教で禁忌出されてるぞ。一番ダメだよ。さあ、入っていきました。入ってきました。じゃあ、あいつに店聞いて、はい、まあ、広そうだったら入るかな。 OK、移動しました。何だろう、ちょっと忘れてる。もうお腹をそこそこ、お酒飲みたい。はいはいはい、そうね、酒好きやね、言ってたもんな。そう、酒好きめっちゃ。結構やっぱり Tinder とかで男と会ったら、もう居酒屋来てアホほど飲んで、だから家行っちゃいますみたいな。行かない時とかも全然ある。最初から家で飲んで、もうあるわ。分かる。めっちゃ健全だなって。居酒屋連れてきてくれたから。確かに。時間も無駄じゃないしね。分かるわ。めっちゃあるわ、それ。でも今日、居酒屋連れてきてくれたから。もうなんとなく飲みたいなと思って。健全なのかな。全然ねえから。はいはい。ああ。絶対外れだった。なんか。大体みんな家行っていいとか、家来るとか。マジか、そこに見せなかったの。誰もなったな、これ。
や、無駄じゃない？あー、確かにな。まあ、でも店からやんのほうよ。あー、間違いない。うん。はい、完璧。あ、これ綺麗なのかなってちょっと不安ないよな。いや、お前キモすぎるから、お前気にしねえから普通マジで。なんか会話ちょっと音漏れ聞こえてんだけど、ああ、なんかいい感じではある。俺もそう思う。あれだよね、ちゃん特有のさ、ハスキーな声だよな。酒で焼けてる感じ。そう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 。大体やりまーす。何なんだろうな、あれの。しかも、あの服装、結構ね、清楚系だったね。はい。まあ、韓国より清楚みたいな。はい。で、身長小さくて、はい。ちょっと胸を大きめみたいな。はいはいはい。あの、すべての要素。これで何もなかったら、本当に申し訳ないですけど。綺麗な、もっとも。ここはいけるでしょ。まあね。うん、期待して待ちましょう。はい。はい、じゃあ乾杯。乾杯。うまっ。やっぱあれだよな。もうビールも生だよな。基本的にやっぱそうなのもう。気をつけなきゃだろ。正常ですね。ああ、でもまあ正常なんてさ、別にね。正常やろ。え？あ、そう。正常だけど。あんないくらでも直せんだから。え、なんてことある？もう5万とあるよそんな。ああ、もう正常なんてただの数だと思ってるから俺。なんか頼むか料理も。うん、なんかエロいやつ買うよな。これもね、オクラの粘り梅やね。粘りってなんだ。エロそうだね。めっちゃ可愛い。うん。私生好きだけど生も食えないんだよ。ほんまじか。ここは生が好きだけど生ものは食えない。あー、なるほどね。魚を焼いてからにしてやば。いやでも俺はね、でも何でも生が好きなんだよね。あ、何でも生が好きなんだよ。すべて生じゃないと満足できないタイプ。そんなことないけど、でもまあ直輸とかいいよなとは思う。時短だし、ねえ。ニンニンだしね。どこにするの？俺ね。はい、ということで、はい、なんです。そのチェーンは何なの？かっこいいでしょ。かっこいい。俺が言うのもなんだけど、かっこいいわ。お前、なんで言ってまあまあまあ、話戻しますけどね。マレさんとかしまい。ありますけどね。はいはい、やつのバイタリティーってすごいですよ。なるほどね。本当に人見知りはしないし。あー、しないね。そうですね。いやいやいや。お前、それ大丈夫？まだ大丈夫。バカにしてない。でもすごい不思議なと、なんか空気感もある。あー、喋り方はそんな感じよね。うん、わかるわかる。パセが飲まれないから、うちの風呂ですけど。牡蠣のグラタンめっちゃうまいわ。めっちゃ濃厚だったね。もうなんかやばい。今もうめっちゃ反応してるもん。早くない？直結型やん。あ、でもすごいね。何言っても引かねえな、お前。待ってたね。え、一番引いた男がいた？今までで。一番引いた。さすがにみたいな。あ、でもなんか普通に Tinder とかでやったりして、まあね、連絡とか交換して、LINE で出して、自分の写真撮ってくれる。はいはいはい。わー、失礼。でもそれとはどうなんだろう。それとはさすがに合わない。うん、合わない。まあ一回形は見るけど。あー、ね、でかかったら。でかかった。でかくて形が濃かったら。いや、話変わる。まあ確かにな、そりゃそうだよな。でも顔も大事だから。だから俺もだから送ってほしいもん、女の子に。いや、いないでしょ。話変わるじゃん、別に。別でもさ、あれと男とあれあれと先輩が好きなの。うん。何コップですか？F？ スルー入れたいわ。ガチ？あれ、これ多分あれだわ。カキのせいじゃないわ、今日ほんまにでっかいリュック持ってきてんだけど、ここにもう全部あれだからね。みたいな、いっぱい入ってるから。まあ、それは冗談だよ。びっくりした。あ、そういう系のプレイが好きなの？え？あ、嫌いじゃないね、すごく。あ、そうなの。弱ってんのが好き。あー、相性いいかも、ね、うちら。私めっちゃいいのだから。あ、ほんとに。で、1時間経ってないぐらいなんですけど、はい、今トイレ行ってきたので、会話ちょっと盗み聞きしてた。はい、まあ、なかなか入れんちゃうから。
カレンちゃんかよ。それで何かあったと俺は思ってる。いやまあそうね、挟む必要はないけど、ちょっと挟まなきゃ動画できない。まあ、そうだね、立ちな気がするけどな。確かに立ちな気はするわ。そんな気がする、マジで。気はするっていうか、まあそうでしょ、まあ、最初からそうだよな、マイリアとかでもね。これ、この前提はあいつがいかに覆してくれるかっていうことだね。え、なんで？それをやればよくねって言ってくるのがめっちゃ嫌。男なんかはさ、別にやりたいと思ってもさ、なかなかたどり着くの難しいけどさ、女なんでだってもう穴さえついてればいくらでもやり放題というか、あ、ムラムラするって思ったら男呼べばいいけど。いやいや、そうなんですよ。え、てか風俗やな、これ風俗。え、なんで？え、だって、ね、好きを仕事にじゃないけど、確かにね。いや、普通のじゃないし、うん、普通になんか恋好きだけど、うん、なんかそれしてめっちゃ稼ぎたいとかじゃない。風俗もさ、やっぱプロ意識持ってやってるじゃん。うん、俺もあんま否定しないけどね。いや、それをやればよくねって言ってくるのがめっちゃ嫌。なるほどね。そういうそっち系の女に見られるのは自分もあれかもしれないけど、うん、けどマジでなんかデリカシーなくね。よく言われます。よくなんかいろんな女増えてきたね、逆に。何かしなさすぎてびっくりした。なんか思ったことすぐ言っちゃうんだよね。やめた方がいいよ、それは。誰だって言ったみたいな。まあ、それもそうやな。まあ、ちょっと鍵取って機嫌直すな、じゃあ。お前、やっぱ好き。やっぱりは、まあ、そういうふうに言うと、うん、視聴者の女の子ってことで何も考えずに言うと、スマンがあんまり好きじゃない。性欲をぶつける対象としても、あまりスマン感全体で出されると、なんかちょっとこの、気が回らないっていうか、多分、タツヤとかエロい女が好きなの。まあ確かにね。これはその、エロくない女が好きだから、ちょっとなんかこの、ぶだられればぶだられるかも。はいはいはい。ああ、燃えるタイプって感じなのか。うん、なんやかんやその、結構、いい感じの子から、で、見たら、おってなるし。胸の大きさとかね。え、いつからそんな遊び始めたの？え、いつからだろう。大学じゃない、サークル入ってから。あー、サークルはそんなにはない。結構、なんかまあ、みんな友達って今日だけ。みんな友達。そんな感じのサークルだ。あ、やばいですね。みんな、あの兄弟三姉妹みたいな。え、まあ、結構よく聞くし、私がその関係持った男の子とかも、だけなら私の仲良さとか。あ、はいはいはい。あ、まあね、だからこそ仲いいサークルが生まれるみたいなのもあるよね。そうそうそう、前とは良かったね。でも結婚とかマジしたくないんだよね。え、なんで？え、だって遊ばなくなっちゃうじゃん。あ、確かに。日本になっちゃうじゃん。でも私は結婚はしたいよ。あ、したい。結婚したらちゃんとすんの？私はちゃんとするつもりでいるけど、なんかこういう生活してるから、そういう人見つけにくいじゃん。なんか現れない、なんか確かに結婚して安心できるような人が周りにいなさすぎる。確かに、だってそれだったらあれだもんね。体目当てじゃないから。そうだ、そういう男ばっかりやってくる。タテヤくんみたいなね。それはそう。でもそれも正しいじゃん、それもそれで。まあね、結婚ね。でもなんか強引にする人ないような気もするけどね。タイミングじゃん、結婚なんて。乗ってくる男の中で、あ、この人いいかもみたいな。私のこと真剣に見てくれてるわ。なんか穴として見られてないわ、私みたいな。こういつもちできてくるんじゃないか。え、できるのかな。めっちゃ急に真面目なこと言ってくれるじゃん。まあ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 。まあ、25歳で考えよう、多分。はい、ということで、今出る展覧期間でぼちぼち出たいと思います。会計いくらですか？恥ずかしくてあんま見せない。
先輩に働くとして恥ずかしい、ね、本当に申し訳なくなってきた本当にマジで金ないんで今なんとかね今復活させようとしてるんですけど、ね、いや本当に見てよこのこの値段でこのタバコの量とかどんだけ僕らが粘ったのかこれが出るぞはい回しました。はい、というわけで、お通しデルと連絡来たんですぐ出てきました。はい、したいと思います。はい、来た来た来た来ました。行きましょうか。あ、では追跡開始。はい、近い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 。見たか今の一瞬を。思春期の高校生のように興奮してますよ。あれどこ行った？あそこ行くか。もうちゃんと駅外したからね。確かにね。ちょっと俺見ての通り足がイカレモンだからさ、機動力ゼロだから最悪の場合俺を捨てていってくれ。くれたのもしかして。どこ行った？俺を捨てろ。やってんねやってんね。やってんねやってんね。さすがにね。さすがに。ね、チョコレート取れ高を打ち切ったっていう証拠だからね、あいつが。確かに。喜ばしくない。喜ばしくない。受けて当然だな。ちょっとはーってなったわ。ため息が出た今。まあ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 、ちょっとエンディング撮りましょう。はい。はい、ということで、無事に入っていきました。さすがにね、本当にやってもらわないとダメですよ。ちょっと無事じゃいけないんですけどね、本当は。これは。ちゃんと事故ってくんない。確かに。そうだね。今回ちゃんと音声聞いてないからね、何が起きたのかわからないんですけども、ね、みんなの方が知ってるんだ今。そうなの、ね、うん、まあストレートにパンチある。まあ確かにね、うん、まあでもあいつがどこをどんだけ攻めたかによってそのリカバリーの仕方とかもね、あ、まあ、ちょっと聞きたいからね。そう、まあね、ですので皆さんサブちゃんも楽しみにしてください。あ、そうですね、よろしくお願いします。多分明日あげます。はい、はい、それでは時間でお願いしましょう。せーの、パッ。